合わせしないとダメですか。AQM のゆるリアル、はい、第1回始まりました。始まりましたね。まあ見ていただいてる方々はね、わかると思うんですけど、まあ、番組始まる前からグダグダな感じで、ね、打ち合わせしてなかったから、そうですね、まあ1回目ですのでね、これからやっていけばいいかなと思いますね。はい、皆さん、はじめまして、私たち、仙台を中心に活動しております HM と申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私たちはですね、西多賀病院に、はい、はい、西多賀病院に私が入院していて、その時に高校の、いやいや、まず自己紹介です、ね、そうでした、間違ったすいません、こんな感じなんで皆さんよろしくお願いします私、高橋めぐみと申します。はい、HM の M の字は高橋めぐみのめぐの M になってて、はいはい、そこからつけました。で、H は、まあまあ、H はですね、まあ、私、伊藤遥と申しますが、まあ、遥の H から取っております。はい、はい、まあそういう単純な名前でやってますね。よくあの HY とか、そうそう、 HY さんとか間違えられるんですけど、まあ、HY さんはまあかなりね、こう有名な有名なそんな大それた私たちじゃないんですけど、まだ、まあ、これから徐々に成長していこうかなっていう、上に上がっていきたいなと、そうですね、状況です。はい、まあ、まあ担当はですね、まあめぐちゃんがボーカルかな、ボーカルとリズムタンバリン、お、やってます。はい、あ、ちょっとゲストの方がいらっしゃる、はい、どうもこんにちは、こんにちは、あ、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。あ、見てる方もよろしくお願いします。そうだった、新年言うの忘れたの、そうだった今本当にグダグダだね、新年早々本当にグダグダだね、やばいね、うちらまあ、うちらの関係もこんな感じでいつもちょっとやってるんで、まあ、ズバズバやってるんですけど、まあ、私は、担当は一応ボーカルメインでちょっと歌手になりたいわっていうことで、まあ、めぐちゃんと一致して今やってるんですけど、あとはですね、まあ、ギターも少し今やっておりまして、まあ、めぐちゃんのお歌のサポートとして日々やっております。助けられております。はい、助けております。今噛みましたね、まあ、今日はですね、まあ、第1回目ということもあるので、まあ、何話すっていうこと以前に、まあ、自分たちのことを知ってもらいたいなみたいな、うん、知ってほしいなみたいな感じで、ね、親近感が湧けばいいかな、ね、みたいな、はい、まあ、自己紹介的な感じで、あといろいろやっていきたいなって思うので、まあ、ね、ぜひやってほしいよね、うんうん、最後までやってほしいよねっていうか、自分たちやれよみたいな、ね、そうだね、そうだと思う、はい、私たちがやんなきゃダメだからね。そうです。あと後ほど、ちょっと私たちがお世話になっている方に、質問コーナーを設けていただいたので、ちょっと質問に答えていくこともやっていきたいと思います。はい、はい、じゃあまず、まあ、めぐちゃんからやっていく、私からやっていく、私から好きなものに、あ、じゃあ私が質問する、うん、そう、そのそういう質問コーナー、あ、まずじゃあ HM の中で質問コーナー作りましょう。あ、そうだね、うん、番組やりながら構成していくんで、うん、まあ、何も決まってないんで、あしからず、うん、はい、じゃあ、まあ、はい、じゃあ私よりもいい、あ、じゃあ、はい、ございます。あ、どうも、うん、なんか初対面みたいだよね全然初対面じゃないけどね、はい、じゃあ、あ、どうも、あ、どうも、こんにちは、あ、じゃあ、お名前よろしいですか。あ、高橋めぐみです。はい、え、めぐみのめぐは漢字どう書くんですか。珍しいんですけど、愛に、あ、珍しいですね。そう、まだ言ってないです、ね、何も言ってないけどあの、はい、なんか CM でアイスのみという CM が出たの分かります、はいはいはい、AKB、 そう、それでやっと
説明しやすくなったかなみたいな。え、でちなみに愛に、あ、愛するの、愛するに、愛に実るの、あの果実の実で恵み。なるほどね。結構そういうまなみって読む人いますか。まなみとかあいみとか間違えられて面白い話なんですけど、うんうん、小学校の賞状を受け取るときに名前を間違えられまして、うん、あえ一番大事なところです。そうあそうなの、そうなの、本当にリアルに本当にこっち見てる、うん、そうなのごめんごめんなさいそうなんです。で間違えられてみんなの前で、うん、高橋愛美様えみたいな。やだねそれ。やだ。ああ。そんな感じ。え、それ小学校だっけ？小学校で、小学校の卒業式は校長先生が間違えないように振り仮名振って。え、卒業証書に振り仮名。そう、鉛筆で。あ、鉛筆で。鉛筆でちゃんと消せるようにだけど。なんかでもちょっと嫌だね。そう嫌だね。私の方がもっと嫌だけどね。なんで？まあまあそれは後でおいおい話して。え、じゃあ今止まった。今好きなものは、今好きなもの、もの好きな活動、もの好き、ハマってるもの、ハマってるもの、ハマってるものは私クマが好きなんです。クマ、あ、あれですか、あれですね、あ、撮りますか、撮ってください。それでーす。あ、出たかわいい。これは大学の友達とお揃いなんだけど。へえー、何それお揃い、いいね。お揃い、うちらもお揃いだけどね。そう、そう、これがポイントだから。名前はとね、よくわかんないのダメだよねー、ねーダメだよね。あれじゃないの、ダッフィー、ダッフィーじゃないの、なんかダッフィーじゃないの、ダッフィーってあれでしょ、あのミニーちゃんが、うん、ミッキーマウスになんかあげた茶色いクマでしょ。これは、ミッキーとミニーが学校に通ってるという設定 で、はあ、で茶色いクマもいるんだけど、うんうんうん、その茶色いクマ2匹が、うん、ミッキーミニーの持ってるぬいぐるみっていう設定なの、うん、そこはまあわかるけど、わかる、うん、これは、うん、ドナルドとデイジーのデイジーなんだ。あ、そっち？そっち。あ、そっち。はいはいはい。で、それのデイジー。デイジーバージョンだからここ見えないけど、実はまつげが。うん、どれ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 。あ、本当だ。うん、デイジーみたい。超見づらい。へえ。見えますかね？見えないと思う。わかる人わかる。ここ。ここ。まつげちゃんとある、キリってなってキリ、はい、でリボンがデイジー、それはべっぴんさんやね、そうべっぴんさん、へえかわいい。でなんか選んだ時に、うん、ぬいぐるみによってまつげのつけ方と目の位置が違う、うん、あ、それはねあるよね、まあ、ね、そうだから縫ってるからね、うん、そこの手だからねすごいリアルなこと言いました。あ、そうだ、はい、夢壊しましたなるほどね、クマが好きなんだけど、でもこのクマより本当は 3X で出てるリラクマが好きで。え、 3X がまず分かんない。 3X 知らない、知らない。え、リラクマは知ってるよ、うん、あれでしょ、あ あの中におじいちゃん入ってる、そう、後ろにチャックついて、おじいちゃんじゃないの、おじいさんあったよ、え、中にチャックあれでしょ、チャックがあって、そう、おじいって実はおじいさん入ってますみたいな、あれ全然可愛くない、そうだね、それを言われるとね、あ、そっか。で、あれが出してるのもサンリオじゃなくて 3X っていう会社で、うん、で、サンリオはキティちゃんとか、うん、なんかそれケロッピーとか、なんかすごい熱く語ってる、ごめん、うん、なんかちょっと長いなみたいな、あ、ごめんなさい、いや、いい、いい、なんかもうね、好きなことになると語っちゃって、うんうん、ごめんね、皆さんえ、じゃあ好きな色は、好きな色は黄色です。じゃあ好きな食べ物は、好きな食べ物はプリンです。じゃあ好きな人は、ここは秘密でー、うーわ寒い、最悪最悪だよ、そうね、ま
そんな感じ？そんな感じかな。じゃあなんで音楽やろうと思ったの？じゃあ私待っててあげる。うん、温めてもらう。私が音楽を始めたのは、まず小5からピアノを習っていました。そこからピアノに触れて、なんかピアノをやっていきたいなって思ってて、で中3で、私地元が宮城の県北の方なんですけど、そこから仙台に、さっき言った西多賀病院に入院して、西多賀病院の隣に隣接してある西多賀支援学校に行くためにピアノを一回中3でやめた。でもピアノを続けたいっていうことを高校の時の担任の先生に言ったら、じゃあやろうって。その時の担任の先生もピアノ弾けたから、で一緒に連弾をするようになって、文化祭で弾くようになり、で基本なんか小さい時から歌が好きだったから、それで歌もやろうってなって音楽をし始めた。なるほどね。そうね。こんな感じでいい？こんな感じでいいよ。もっと質問した方がいい。でも後で質問コーナーあるからね。そうだね。うん。うちらはここまで。こんな感じの高橋めぐみでした。はい。はい。すっごいぐだぐだで申し訳ありません。ね。じゃあ逆？逆行くの？行っちゃう？行きますよ。いいですよ。はじめまして。そっからもう、あ、はじめまして。